11月16日木曜日今日の天気は晴れのち一時雨日本放送飯田浩司の OK! ッ「OK! コージーアップ」 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新木一華です日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後八時まで生放送です、えー、今日はあの天気予報を見ると午後夜になるとちょっと雨下り坂かな、はい、という感じですかねそうなんですよねお天気下り坂で予報ですと今の時点ですと夜ですね雲が多くなって九、えー、時以降所々で雨が降り始め める見込みということですね。九時以降かじゃあちょっとお帰り遅くなる方はね折りたたみの傘とか持ってた方がいいかなと。そうですね。ね<ー>、はい、この雨で寒くなるのかな。いやそれがですね、うん、明日の予想最高気温十八度っていう風にまあ出てまして、うん、あの明日はですね荒れた天気に午前中を中心になるんですが南風が強まるということでなので気温が下がるということではあまりないっていう。<ー>うん、まあ先週のね雨はそれが 歓喜を呼んできたということがありましたが今回はそこまでではないけれども、という感じであります。すねうん、まああの昨日11月15日、えー、そして開けて16日、えー、今日がボージョレヌーボー、ボージョレヌーボー、ど,んどねこれ読み方が難しいんですけど、ハイキングだそうでございまして。はい えー、一足早く飲んできたという、ね、スタッフも「<laughs> いや果実味があってうまかったよ」っていうふうに、えー、豪語しておりましたけれども随分と眠そうな顔をして大丈夫ですかということで、まああのー、一応ね全世界的にこの日付で解禁ということになりますんで、まあ、そうなるとうん日本は。 日付変更戦にも近いから、ね、はい、え早く飲めるぞということで、まあ、解禁イベント等々が、そういえば、ね、昔からやっておりますけれども。 えー、ワイン愛好家が集まってみたいなこともあったようですでもうねあのコンビニとか会社の近所のお店回りますとすで、えー、に置いてあるところがあって、えー、スタッフがですねこれを買って持ってきたはいいんですけれども<ー>買って持ってきたはいいんだけれどもこれ飲んじゃうと今日仕事になんないよねとスタジオに今あるんですよ <laughs> このスタッフが買ってきたいやーしかも紙コップまで置いてあるんですよ空の。 いやこれでも飲んでいいわけじゃないんでしょねえ私木曜なんですよ今日はね木曜は困ったもんでですね困ったもんでと言っちゃいけないんだけど、はい、夕方3時半からも番組があっていつもだったら辛坊治郎さんの手伝いをすればいいやと思ってのこのこ行くんですが今週は辛坊さんお休みなんでねそうなんですよね 自分で喋んなきゃならないっていうねここで増山さんにお願いしようと思っても <laughs> 増山さん目の前でなんかぐるぐる渦巻き書いてるぞみたいになっちゃうんでそういいね開けちゃいますか開け,開けるだけ開けてみますいや開けるだけ開けて,て開けてみるじゃん開けてみちゃいますちょっとうん開けてあちょっとごめんな あ手汗でちょっと開かないからい,いです開けてもらっていいですか。あのスクリュー式なんでね <laughs> 開くって開くんですけど。<ー>開けたら匂い感じ。匂いとりあえずいい匂いがしますね。フルーティーですねー。フルーティーです。ちょっと私も。<laughs> せっかくコップがあるんだったらちょっと色をね、えー、見てみたりとか、ね、あそういい匂いいい匂いですよで毎年このボジョレキャッチコピーがねいろいろついていて100年に一度の出来だとかなんとかとかね50年に一度100年に一度1000年に一度みたいなんですね今年今回は今回は、はい、まるで積み立ての赤い果実をそのまま口に頬張ったような味わいはあちょっとちょっと<は>入れてるよだいぶだいぶついだよこれはあ これはこれは伸びたい <laughs> ああ積み立ての果実のあ香りが香りしますよ <laughs> いやうまそうだなあ、はい、これこれはちょっとねえちょっとこの生殺しどうするんだって話なんですけど <laughs> <laughs> ついでしまった <laughs> ついじゃったじゃねえかよっていうね <laughs> えー、あのー、今年は航空輸送コストの値下がりで転倒価格が前の年よりも一二割ほど値下げされると見られると、えー、ほおそうなんだ。 まあ、一頃に比べると、あのー、ゲーの値段等々も下がってきてるということがあるんですけれども、いや、それこそこの間ね、あの、フィンエアーに取材に行った時もそうですけど、うん、ヨーロッパからの航空便は、今、シベリア上空が飛べなくなってるんで、まあ、その分ですね、えー、長く飛ばなきゃなんないと。うん、で、特に日本に来る方の便は、偏西風の影響があるんで、多分、あの、南回りのヨーロッパ線で来るんだよね。えー、<ー>そう。で、シベリアの上空は飛べないんで、中央アジアのところをですね、えー、トルコから、あの、降下さサーとか、あの辺を、 こうガーッとこう通ってく、はいえー、るというところだと思うんですけれども、まあ、油の値段が落ち着いたおかげで、えー、ちょっと航空運賃も、ね、安くなっているというのがあるのかもしれませんけれども、ね、12割の値下げだとだいぶ、ね、大きいよなという、ねね、まあ航空便でこう送ってくる分だけボジョレはちょっと、ね、あの普通のそ、まあ、それこそスーパーで売ってるでする、ね、チリ産のワインとかだともう3桁の前半ぐらいの値段で本当、私あれ友達なんですけど。<laughs> <laughs> まあ それよりはちょっと高くなるということなんですけどね、えーえー、明日がちょうど金曜日だからと。金曜日ですよ。ね。ね。楽しむんだろうなと思うところでありますが、今日のところは我慢しておきます。スタジオにもいい香りが充満しちゃって。ちょっとこれ、とりあえず閉めとこう。とりあえず閉めときましょう。閉めとこうかな。これ以上。本当 <laughs> 羨ましいよな。いいな。<laughs> の前で、このまま。詰めておりますが。<laughs> じっと見つめるだけというね。<laughs> はい。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩次の OK、工事アップ。えー、ツイッター改め X を見ていますと、もう、背中を押すようにのめのめと。<laughs> そういうわけじゃいかないですよね、これね。飯田さんの、ああ、でも結構そうですね。なんだよ。愉快な感じになりますもんね。<laughs> そんな変わらない人っていう感じじゃないですもんね。 結構如実にですよね割と顔にはすぐ出んで赤くなるそうですよねそうだそうだバレるよなだから支障をきたしますよね放送にちょっとバレるよなバレちゃいますね変わらない人だったらあれかもしれないですけどバレるよなバレますね飯田さんの場合は間違いなくと悩んでいるところの写真が今アップされてさて <laughs> えー、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さん。この後6時半過ぎからご登場です、えー。まずはイスラエル軍がガザ最大のシファ病院に突入したというニュース。各紙一面トップでこれを報じています、えー。そして6時50分過ぎニュース7時またぎ。昨日発表の7、9月期の実 GDP3 期ぶりマイナスという数字であったということ。そして補正予算案の審議について、えー、来週からというところです。えー、そして、えー、7時半過ぎ ニュースプラスワンのゾーンは日大の理事会が薬物事件をめぐって林真理子理事長らへの辞任勧告を検討するというニュースが入ってきました、えー、さらにはここだけニューススクープアップアメリカ議会会員がつなぎ予算を可決したということで政府閉鎖、えー、ギリギリのところで回避へというニュース、えー、さらにはビジネスニューススススクーーププアップうあビジネスニュースピックアップでは、えー、世界初内幸い町にメガソーラー高層ビル計画というニュースを取り上げてまいりますメール こちらです。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。今週は JA グループ茨城レンコン流通部会から茨城のレンコン4キロ1箱を毎日5人の方にプレゼントします。 この時間、最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。はい、ガイタメドットコム総研の神田です。うん、よろしくお願いいたします。はい、えー、現地十五日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価ですが、はい、前の日に比べて百六十三ドル五十一セント高い。三万四千九百九十一ドル二十一セントで取引を終えました。うん ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は9.45ポイント上がって1万4103.84でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べて、えー、約1円、えー、円安ドル高の1ドル151円40銭付近で取引されています、うん、あの15日の為替市場では、はい アメリカ10月小売売上高が予想を上回ったことを受けてドル買い円売りが強まりました小売統計でアメリカ経済の肝である個人消費はなお底堅いとの見方が広がっています あの前日14日の CPI 統計では、はい、FRB の、ね、利下げ観測が広がったんですが、それがこの日はあ、今度は一転して後退したという格好で、ドルに買い戻ししが入りましたあこれ、おのののデータ見ると、景気強いのか弱いのか、本当、うん、なんか判断難しいんですね、これそうですね、あのインフレははっきり鈍化基調が見えてきてるんですが、一方で、うん、えー。 景気は非常に底堅い、<ー>特に個人消費は堅調と、はい、ういうことで、まあうん、FRB がです、ね、金融政策はデータ次第だという姿勢を示していますので、市場はそのデータに一気それから神田さん、あのー、昨日も中村さんから指摘あったんですが、はい、ユーロ円の方が164円台まで来てますね、はい、そうですね。 もうこれは、あのー、円売りの流れというほかないと思うんですよね。はい、あの日銀はあ、当面金融政策を動かさない、金融緩和を維持すると、い。という見方が強くて、はい、えー、まあ低金利の円を売って、えー、金利が高い他の通貨を買う動きというのは、引き続き見られています。なるほど。わかりました。金田さんどうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。 ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今朝の一面トップはイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘についてというところです朝日新聞一面イスラエル軍病院突入院内に数千の民間人、えー、読売新聞イスラエルガザ最大病院に突入複数の統治機関制圧、えー、毎日新聞イスラエル軍病院突入ガザ最大患者ら多数 えー、そして産経新聞ガザ最大病院に突入イスラエル軍ハマス高専アメリカ院内銃撃戦は支持せずと、えー、いうことで四市一面トップ写真入りでというところであります、えー、ガザ市にあります地区最大規模のシファ病院というところで突入作戦を始めたということで、えー、ありますが、えー、患者ら数千人の民間人が留まっているということで、まあまあ、すでに、えー、電力の供給がストップして久しいということで医療 かなり、ねえー、悲惨な状況になっているということは前々から伝えられていました、まあ、あの日本の新聞も、えー、電話取材をしてその様子を伝えたりもしておりましたけれども、えー、イスラエル軍が突入したとイスラエルの説明ではここの地下にハマスの司令部があるんだということにを言っておりますがうーん、まあ、ここを、ねえー、病院というところは基本的に攻撃等々してはいけないというのは、まあえー 戦時国際法等々で、えー、規定されているところでありますので、えー、ただ、ここが軍事的に使われているということであればその縛りの範囲ではないとされていますただし、えー、それには攻撃する側の当然ながら許証責任というものが伴うので、えー、中に入ってです、ね、本当に証拠らしきものが、えー、そして、えー、第三者が見ても客観的にクリアになるかどうかというところなんですけれども、えー、突入をしてから久しいというところですが今のところ まあ、海外のメディア等と、えー、ネット上を見てもですね、えー、証拠らしい証拠というものは出てきていないと、まああのー、イスラエル側が示したですね、えー、昨日もここでも申し上げましたが例えばそのトンネルの入り口の穴なんだこれはというようなものが出てきましたがいやこれエレベーターじゃないのとか、えー、いろいろな反証がされているというところでなかなか注目が一致して、えー、これが動かぬ証拠だというようなものはどうなんでしょう出てきていないのではないかというところがあります。 さあ、そして気になるニュースですけれども、来年は世界各地でいろんな選挙が行われるという年で、これをですね、さして惑星直列のようだというふうに言う人もいます。それぐらいあの世界が大きく動くかもしれないという2024年なんですが、その口火を切るのが台湾の総統選挙、まあ台湾のトップの選挙です。今、蔡英文さんという方が二期目のトップを務めていますが、台湾の規定では二期で総統は 終了ということになりますので、まあ、次は、です平裁文さんが出れないとで与党の民進党から来政徳さんという今、副総統をやっている方が出るとこういうことがすでに決まっていてそして野党は国民党が荒遊儀さん、えー、そして今、台湾は第三党があってそこの桂文哲さんという方が出るという、えー、ことが言われているんですが昨日、ですね、えー、この荒遊儀、桂文哲両方のお党、うん、国民党と民衆党が切磋協定というかです、ね 野党2党が候補者の一本化で電撃的に合意をしたんだということが出ていまして各地、国際面でこれに触れていますまあ共倒れを回避するために手を組むんだと2人の支持率を単純に足し合わせると来政徳さんを上回るということでそうすると政権交代が起こるのかというところなんですけれどもまああ中国に対するスタンス等々で国民党と民衆党の間にはちょっと隔たりがあるのでその辺がどうなるのかなと。 その介石が台湾を統治していた時代からのあまあ,あ、まあ、遡れば尊文に連なるとこういうところで歴史の教科書を学んだところですが、えー、民衆党はです、ね、2014年に議会を学生が占拠したヒマわリ運動というのがあってそこを の支持者たちが、うーん、カブンテさんをして、えー、前の台北の市長まで押し上げたと。こういう歴史のあるところであります。で、この議会選挙もですね。もともと、その貿易サービス貿易協定という。まあ、中国ともっともっとべったり結びついていこうぜっていう協定があまりにも危なっかしくて。これだと台湾飲み込まれちゃうよねって学生たちが立ち上がったという歴史があるんで。本来だったら、国民党より民進党に近いわけですよ。でも、今回ここで手を組んで。 ってこ,とでこれ支持者たちがどうなるのかなっていうのはなかなかこの支持率を単純に足し合わせりゃ勝てるからっていうところとは違う論理が働くんじゃないかなということも思います。こが気になるでした この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は明治大学教授で経済学者飯田康幸さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しますさあまず取り上げるニュースですが四市一面トップイスラエル軍がガザ最大シファ病院に突入というニュースでありますまあ。 ね、民間人も多数いいるというとうころだったそうです、まあはい、その一方でやはり病院の中にさまざ、あ、まな、あ、ハマス自体の統治や指揮命令系統というのがあったというのが、まあ、イスラエル側の主張なわけなんですよね。はい、で、まあこのまあ、今回の一連の軍事作戦というのについて、はい、私別にそのこの地域の状況というのを分かっているわけではないんですけれども。 え不思議でならないの第1はまずなぜこのタイミングでハマスは大規模なあいわゆるテロというよりはまあもはや戦争を仕掛けたのか、正直、何回も報道されてるからはご存知の方ご案内の方多いかと思いますがガザ地区って極めて小さいエリアなんですよね。 でそこの事実上の、まあ、政府がハマスだったと、えーで、イスラエル側、または西側諸国もそのハマスがテロ、ないしはテロ支援を続けている団体だと分かりながらも、うん、まあ他のもっとわけのわからない独立系過激派よりはマシだろうということで、まあ、そのハマスの完全な総統というところに至ってなかった。 まあ,ある意味で言うと変なパワーバランスでえまあ地域が維持されてたこれをまあハマスが今回軍事作戦を行ったことによってえ完全にまあ事実上ハマスを解体していくという作業に移るわけなんですがなぜ、まあ、勝ち目はまあそ,もそもそもないわけです。というのが第一の疑問であり第二の疑問は。 軍事力のバランスからいってイスラエルはここまで、えー、ま徹底した軍事作戦をやる必要があったんだろうかとうんである意味、今回、えー、イスラエルは当初開戦当初100%純粋な被害者だったわけです、うんえー、なのでそれを中心に国際的な支援を呼びかける。 というスタイルを取らずに、はいまあ、ある意味一部で、えーまあ、民間、えー、人の犠牲、えー、多いといった指摘もあって国際的な非難んというのも出てくるでしょうとうさらに言うといろいろなニュースでコメンテーターが言いよどんでるのを皆さん聞いてると思いますけれども、はい、んどう考えても被害者なイスラエルなんですがどう考えてもやりすぎなのであまり100%イスラエル側に立って 議論するのも難しい状況になってる、うん、これがウクライナ問題と大きな違いなわけですよね、はい。双方に国際法違反だったりとか人道的に間違いがあるというとことですねこういった中で、えー、この後、まあとガザ地区というのをさすがにイスラエルが占領し続けるという選択肢はないうん、うん、国際的にもないですし。はい えー、まさにパレスチナあとの協約上もないんですが、えー、一方で、じゃあこのガザ地区を、うん、誰が統治するんですか、はい、という問題で、えーね、いろいろ問題ありつつなんとなくのバランスを保っていたハマスはもういないわけです。うんでえー、一方でヨルダン川西岸地域とはもう 完全にその、はい、組織であったりこれまでの抵抗運動を指揮してきた系統も違うので、はい、いきなりそこはっといって統治ということもできない今いるファタハという人たち,がってもいょ,ちょっ統治、うんえー、でこいつらいるんだってことになってしまう、うん、ですからここの、このガザ地区の安定のための政権というのをどう作っていくのか。 イスラエルがあまり関与しすぎると現地としてはただ、ね、中から出すということになるとさらに過激な人たちが出る可能性もあるとなんイラク戦争の後のの、ね、イラク統治に似てるような感じなんですね。この泥沼になっていくっていう、まあ、イスラエルにはただあんまりビジョンがないんじゃないかということを昨日の読売新聞などが報じておりました。 えー、ここが期待まずは,はイスラエル中東情勢についてでありました日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「イーダーコージの OK コージーアップ」ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場いただくコメンテーターのラインナップをご紹介しています 後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光隆雅さんの対談をお送りします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ週末もぜひチェックしてください えー、コメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて取り上げるニュースはこちらです。今年七月期の実質 GDP 三期ぶりマイナス年率2.1％減。 内閣府が昨日発表した7月から9月期の GDP 国内総生産の速報値によりますと物価変動の影響を除いた実質 GDP が季節,、えー、季節調整済みの値で4、6、えー、月期前期と比べ0.5%減りましたこのペースが1年間続くと仮定した年率換算では2.1%減となり3四半期ぶりのマイナス成長となっております えー、物価高で個人消費がということが言われますははい、はいこれね不思議で思議、えー、これあの公式発表を見ても、はい、経済成長率を最も押し下げているのは、うん、在庫<お>そして設備投資で,、はいでえー、消費については前期よりはうんうん、うん マイナス幅を縮めてきてきるんですねむしろ持ち直してるんです、ね、そ,うそう、まだプラス域になってないのは問題ですけれども、な,どなんでここで個人消費っていうところにみんな集中するのかというのには、はい、ちょいとからくりがありまして、GDP。 っていうのは需要側、はい、あ結局 GDP っていうのは1年間、えー、この場合だったら7月から9月の3か月間に実際に販売された、はい、えそれによって販売されたってことは作ったってことですよねえその実績を集めたものなので販売側から消費投資政府支出あとは外需海外の需要、はい、これの和。 これを足しし上げたたものをとして計算したりすするんででねこの時にそれぞれ消費は消費の調査投資は投資の調査あ<ー>まあ政府支出はまあ政府支出の実績計画、はい、えとかで、えー、計算していくんですけれどもこのうち投資についてはまだ十分なデータがないんです<ー>第一次速報の段階では。はい でえー、これは法人企業統計という企業側の統計が出揃ってやっとお、まあのー、二次速報、うん、で、まあ、設備投資こういう数字だったねって言えるんですけれども、はい、現段階だと投資関連の商品の売り上げとかから予想してる 段階なので、ああなるほど。そう投資を下側じゃなくて受けた側というかお金を受け取った側の方で計算します。そうなんです。なのでね設備投資の数字って来月変わるかもしれないからみんなあんまコメントしたくないんですよ。結構ブレるんですね。結構ブレるんです。で投資消費消費って言ってるんですけれども、なぜ今消費が振るわないのかのヒントは今在庫水準が減っている。 というところにもあるんです。民間在庫変動が寄与率マイナス0.3。一番でかいんですね。<の>一番でかいマイナス0.5の中でマイナス0.3は在庫ですと。はい。でこの在庫のマイナスの影響って何かというと、はい、例えば新しく商品を作って、えー、棚に積んどく。 うんまたは工場の中で、まあ、製品にまで完成してないんだけれども、はい、え仕掛かり品っていうんですけれどもまあ完成間近な状況で置いておくうんこれを在庫投資って言います<ー>投資なんですね。はい、で、えー、これがマイナスっていうのはうん、うん、積んでた棚のものを売っちゃってる、はい、つまり在庫水準を下げてる ってことなんです。はい。で、これどういう時に起きるかっていうと、今が売り時だと思う時に起きるんです。うん、うん。確かにそうですねで。そう、今売り時だっていうのは、うんはい、今高いから売り時なんですよね。おお<ー>。ですから、まさにインフレを反映している。うん。と、もう一つ。はい。 これでまたインフレによるマイナス成長で消費が振るわずっていうんですけどよくよく考えてみてくださいずっとインフレが続くまたはインフレが加速するんだったら、はい、むしろ今消費するべきですよね。あ確かに将来の方高高くなるな高くななるるんですからまさに在庫を崩している<ー>プラス消費を今度消費者側消費を抑えてるっていうのはインフレが一時的だと予想してる人が多い。 ということなんです。まあ、そのあたり足元経済、これから、あ、市場またいで解説をいただきます。ニュース、七じまたぎ、日本放送です。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。ますええー、消費よりも、まあ、在庫が、崩されているという,、はい、ういうところから、まあ。えー、今、まさに買い時だと、みんな持っている。 ああまあ今、売る側は今、売り時で買う側はちょっと今じゃないと,いとでこの先の先行きの部分なんですがあの今週、日銀が発表した日本の企業物価の数字を見ると0.8%上昇ではあるけれども伸びがかなり鈍化してきたう <ん S 1> そうですねえさらに、これはのおアメリカのお企業物価指数 <はい S 1> まあ卸売物価指数ですね。<はい S 1> があ 昨年比での上昇率つまり前年同月比で1.3%の上昇かなり低いです。市場予想を下回ったとうそうですねで、えー、実際これを受けて、はい、アメリカは直近利の低下これはもうそろそろアメリカインフレ対策シフトから抜けるつまり利上げ利上げから抜けるんじゃないかっていう予想で。 下あねっ、はいえー、このようにですね、ま、あコロナとそしてウクライナ問題に起因する、はいま、ちょっと突発的なあ物価高あというのが落ち着きつつあると。で、えー、物価の上昇が落ち着きつつあるんだったら、はい、今買い急ぐやつは。 いいない<ー>いうわけですすねね確かにそうす、ねうん、また待った方が安くなるんじゃないのっていうマインドに戻っちゃう、うん、そう典型的にはですね、はいえー、ここのところちょっと駆け込みのように増えていた、えー、あ住宅投資がちくだいぶまあだいぶと言いますかむしろマイナスになってるんですね。お<ー>で、えー、これももちろんよくうごくざっくり言うと資源高により、はい。 要は資材とか手間賃が,高,賃が高いので、はいえー、住宅投資減りましたっていうんですけれどもうん、うん、いやいや待ってくんなさいと今後もっと上がるんだったら今買うはずなのに待ってるっていうのは、はい、やっぱりこの資源高あ高賃高っていうのが加速するとやっぱ思ってない人が多いんですよね日本国内日本国内で。そ、うん、そろそろ天井じゃねえかと<ー>としたならば。 今じゃない方がいいんですよね。これでも今じゃない方がいいっていうマインドがね <laughs>、うん、また戻ってくるということになると、まああの総理はデフレ脱却、うん、今が大チャンスなんだって言いますけれども、なんかちょっとまた戻りつつあるん。はい。まさに今そういった状況を見えてきているからこそ、どうやって2%台のインフレを維持するのか、はい、という、まあ。 足元ではインフレ対策をしながらいかにインフレ率を低下させすぎないのかっていう2つの仕事をこなしていかなければいけないその時にもう1つ注目したいのは今回の GDP で、まあ、GDP っていうのは消費投資政府支出海外、はい、<laughs> 失礼この中で政府支出がですね、はい、名目でプラス実質でマイナス、うん 名目ってことは金額ベースではプラスになってるんだよと<う>ちゃんと積んでるんだとだけれども物価を考慮するとマイナス、はい、これはね大変分かりやすい状況で、はいえー、つまりは政府の支出って前の年に予算審議していくら使うかもう決めちゃってるんですよ。あ確かにそうっす、ね、そううすすねなんですう でえー、100万円使いますって言って、はい、で、えーまあ、半年今日の間に、まあ、数パーセント物価が上がりましたと<ー>105万円使わせてくださいってダメなんですそれも予算は予算としてちゃんと国会かもしれないしあとは、まあ、各県議会とかでちゃんと決めたんでしょうと <laughs>、うん、って言うと。 物価上がってんのに金額同じなので、はい、実績に政府支出減らしたことになってしまうんですよね。ああタイムラグがそうやって効いちゃうんですね。<laughs> はい。うん、でこのタイムラグ問題というのを。はい えー、日本の財政は、まあ、過去30年ぐらい気にしたことすらなかったんですうん確かにデフレだったからそ,そんなに価値が下がるみたいなことがなかったわけですね。だけれどももうそうじゃないフェ、うん、ーズに戻ったって、ねまあ、まあデフレだと、はい、変な話同じ金額支出したら実質的にたくさんやったことになっちゃうみたいなね値段が下がって <laughs>、えー。という状況ではないので、えーはい、この財政のあり方 についても、えー、将来に今ある程度多少のインフレがあるんだぞという前提でさまざまな、えー、<ー>財政措置を講じて、はい、大体、ざっくり言うと今ちょうど15兆円ほど需要がまだ足りてないと私は思っています。はい でそれをちょうどお、まあ、13から17カウントの仕方あいろいろありますけれども、うんえー、補正予算で埋めていく、はい、というのが、まあ、当面の課題になっているわけですね。 ししかしあれです、ね、その補正予算、まあ、一応規模としてはじゃあ,、まあ、ある程度適正ですね。ただ、基金で積むとかそういう話が多いじゃないですかそうするとこれ使うのが先々だってなると目減りしうかもしれないいことですかいやまさにその通りで、うんえー、こういった基金の積みについても、えー、ちゃんとインフレ対応というか、まあ、よくよく考えると世界中の国そして1990年までの日本は。 当然、そうしてきたんです。<ー>名目だけ、名目額だけで、金額だけで予算決めて、金額だけで基金決めたら、うんうん、インフレ分。はい。どんどん目減りしちゃうね、うん、と。さあと、当たり前でしょっていう感覚を少し思い起こさなければならないですし、はい、今、うん、政府が実際に使う金額が13から、まあ、まだ15兆前後必要です。 という話なので、はい、支出しないといけないいいとけ今回も、えー、なぜ私が13から17というかというと、はいえー、去年、えー、または今年の本予算で、えー、結局使わなかった部分っていうのが、まあえー、何兆円かあると、はい、それを13兆円に乗っけると17兆円なんですね4兆,円、まあ、4兆円弱ぐらいある。はい、で せっかく13から17いい規模ですねって言っても使わななかった意味ないんですよですからまあ雰囲気といいますか単純に言うと大体15兆円でそれを超えるとそれ以上は今度は出し過ぎになりますんでんえここら辺のねかなり細かな舵取りが求められる局面なんじゃないでしょうか。うおはようニューースネットワーク 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです米中首脳会談1年ぶり国防対話の再開などを協議 アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席は現地15日午前、日本時間今日未明、アメリカ北北西部のカリフォルニア州サンフランシスコ近郊で会談しました。対面で会うのは1年ぶりとなります。バイデン大統領は冒頭、互いに明確に理解し合い、誤解や行き違いがないようにすることが重要だと強調しました。 それから大国間競争は時代の潮流に合わないと述べたということなんですが皆さんねこれななののかかどういね何よりも民主党政権になってから米中間の対立というのが、まあ 加速エスカレーションしてる嫌いはありましたので、うんはい、別にアメリカも中国もお互いに実際の戦闘に発展しかねないような対立を望んでるわけじゃないんでこれはですねまさにあの米ソ冷戦態勢でもあったように近づいたり、はい、ちょっと対立点ができたりっていう中で、はい、なんとかあまあ 有事に至らない工夫というのを二国間が続けていく必要がありますよね、うんうん、さあ、あ <laughs> このあたり、まあ、特に中国側の狙いがどうなのか、うんえー、中国・北京でも取材を続けていらっしゃいました毎日新聞外信部副部長の米村光一さんと電話をつないでお話を伺ってまいります米村さんおはようございます。 おおおはよよようございいいいままますますすろろししししくく願願たさあ、この、まあ、米中首脳会談を前にしてというところを、習近平国家主席としては、どういう心積もりでこれ、今回、臨んでると考えられますか。そうですね、あのー、先ほどもおっしゃいましたけど、えー、あの習近平さん、今日今回、はいあのー、会談の冒頭で何を言ったかというと、ええ、先ほどおっしゃったような。あのー 対抗間の,の競争というのは今のカラーに時代のカラーに合わないんだと、うんえー、地球というのはアメリカと中国両方入れるぐらい大きいんだというようなことを言ったというふうに者は報じていますアメリカと中国の両方の思惑なんですけれども、はい、アメリカからするともう競争正直に言ってその競争や対立というのはアメリカと中国両方との お互いに幻想は持っていないので、これが長期化するというのは分かっていると、ただから、アメリカとしてはいわゆるガードレールがある状況で競争したいと、ぶつ、はい、かってはいけないで、そこについては中国もおおむね納得はしていると思うんですね、ところが、はい、アメリカが指定するガードレールのまま走りたくはないというのが、中国の本音だと思います。うーん ルールというか、まああのー、細かいところで一個一個、うちはこう思うんだけどみたいなものをこう突きつけていく感じになるんですか、中国としては。例えばあの、最近ですと、はいそのお、南シナ海だとか、<ー>台湾海峡で、はいえー米、米軍の船や飛行機が警察などで回っていると、はい、中国の。 船や飛行機が異常接近するというような事態が相次いでいました、はいで、米軍としては、こういうことはちょっとやめようねと、過度、うん、にはやらない、何かルールを作って合意しようね、うん、そのために軍同士の話を合をしようねということだと思います、うん、ところが、中国からすると、うんはい、でもそのルールはあ,あ,なたのあなたのルールでしょと、うんお、私たちはそもそもあなたたちがここに来てうろうろするのが嫌なんだと。 その不満を示すために近づいているんだというところもあるし、また、あのさっき言ったように、アメリカが作ったルールをそのまま受け,受け入れるというのは、彼らの面からいっても、うん、お容認できないというところで、えー、話し合いはするけれども、うんお、明確な合意というのには至らないというような状況がしばらく続くのではないかなというふうに思います。 さあスタジオには飯田紗英さんもいらっしゃいます。明治大学の飯田でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え今回のお米中直接会談、うんまあその前段階で。えー まあ、ハマスによるイスラエルへの攻撃という事件、えー、まあ、ハマス、イスラエル間の衝突の後に、今こういった会談の話が出たので、えー、何かこの中東情勢というのが、米中の緊張関係に影響を与えたんではないか、という報道等を見かけることが多いかと思いますが、これについては何か影響あるんでしょうか そうですね。そのおそらくアメリカ側の,の立場からすると、おそのお今ウクライナも抱えているでそこにあの中東、イスラエルパレスチナ情勢もアメリカは抱えてしまった介入せざるを得ない。そこでさらに中国ともう一個余計な物事を大きく持つっていう余裕はないというのが正直なところだと思います。他方、うん、その中国のポジションからすると、うんおまあ、まあもうぶっちゃけて言ってしまえば中国としては。 少し有利な状況になっているんですね。というのは、やっぱりイスラエルガザの問題というのは、アメリカはイスラエルを強く支持しなければいけないで、そしてイスラエルがガザで攻撃していることに対して、国際世論の中で非常に反発する声が高まっているので、あの中国としては、ほら、アメリカのやり方がおかしいんだと、アメリカの今までやってきた、アメリカの作ってきた秩序には問題があるんじゃないですかと言いやすい立場になっているということは言える。 なるほど、まあ、また、こういった中で交渉ごとを進めるにあたってやはりアメリカとしてはまたは西側諸国としてはしっかりとした供給網の整備がないと経済というまあ平坦線ですよねを抑えられたまま中国と交渉するわけにはいかない。これちらの 米中を離れて、今度は日米間で、どのようにこの供給力の再編とかは協議されていくと予想されますかそうですね、そこに関しては、どちらかというと、米中や、やはり日本のき、特に日本の企業の立場からすると、米中の対立があまりにも過熱すると、さまざまな問題が起きる、うん、例えば日本のそういう半導体関連の製品などを中国にこれ以上、 打ってはいけないというハードルがどんどん上がっていくというのはよくないことなので、うん、やっぱりそこのところはあの、米中がある程度調整するというのは、日本企業にとってもかなりいいことなのではないかというふうに思います、うん、でこれ、米中の、まあ、結果を受けてという形になりますが、日中の、まあ、首脳会談、これ、最終調整中ということですけれども、もし行われるとしたら、どういったところ、ポイントになりそうですか。 そうですね、まあ、もう本当に米中首脳会談以上にもうとりあえず会うことに意味があるというくらいしか期待できないのではないかというのが本音のところですね、このギリギリになってもまだ会談になるのか、す話らしい度になるのか決まってないわけですし、はい、こ9日にあの秋葉あの国家安全保障局長が北京に行った際も、はい、本来、われわれにすると日本の方から。 あの処理水の問題もあるし、公認拘束の問題もあるし、うんうん、要求することがいっぱいあるのに、うん、向こうの大外相が言ってきたのが、はい、日本は関係解除に臨むと口で言ってるけど、うん、具体的な行動に反映させるべきだというふうに言ってきたわけですよね、うん、中国としては、あんたにボールがあるよって言ってきてる状況なので、はいえー、なかなか難しい、あのー、話にはなると思います。 ただ、やっぱり中国の場合、首脳投資が合うと、確実に中国内の社会の雰囲気が変わっていくということがよくあるので、水産物の輸入についても、すぐ前向きな動きがあるとは思わないですけれども、少し中国内の雰囲気が良くなることは、時間を置いて状況が改善することにつながるのではないかという期待も、個人的には持っていますなるほど。 さあそして、えー、さんもう一つうさん、あのー、毎日の紙面などでもこう北朝鮮についても非常に詳しく取材をされていらっしゃいます、で昨日が横田めぐみさんの拉致から46年ということでもありました、はいまあ、このお拉致の進展、そして北朝鮮の姿勢、どうご覧になってますか。そうですねこれは本当に、あのー まあ痛ましく、かつ難しい問題なので一言では言えないんですけれども、うん、まあ簡単に言うと、短く言うと、現状の見通しはやはり明るくはないです。うん、というのは、キム・ジョン総書記は昨年末からですね、はい、国際関係の構図が新冷戦システムに転換したと繰り返して言っているんですね。 中国とロシアは俺たちの側、自分の側なので、ここでくっついて、はいえー、日米韓と対立していくという意味で、北朝鮮にとっては今、心地よい状況ができているです、えー。ですから、そうすると、じゃあ、その状況で日本に対して、えー、手を差し伸べて、話を合いをしたいというふうに言ってくるかというとうなかなか厳しいという面はあります。他方 うん、コロナ対策で北朝鮮の国内をかなり段で締め付けられているので、あの住民の感情だとか、生活状況が悪くなっていると、だからそこのところをおあの日本政府としてはよく見極める必要があるのかなというふうに思ううんこれ、中国との関係というのは、あの引き続き続良好なんですか北朝鮮ですか。北、はい、北朝鮮は 大物で良好ですね。まだトラブルはあのあるにはあるんですけど、いいあの労働力の受け入れとかそういう問題でどうもトラブルがあるようではあるんですけど、うんうん、全体としてはあの北朝鮮としては安心して、えー、中国に頼れている状況だほ。なるほど、わかりました。山田さん朝日からどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、以上おはようニュースネットワークでした。 今朝は明治大学教授で経済学者飯田康幸さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いてニュースプラスワンこちらのニュースです日大理事会薬物事件めぐり林真理子理事長らへの辞任勧告検討 日大アメフト部の薬物事件への対応をめぐり日本大学の理事会が林理事長酒井学長澤田副学長の3人に対し辞任の勧告を検討していることが分かりました日本大学では今日16日臨時の理事会が開かれ引き続き責任の所在などについて話し合いが行われる見通しで3人に対し辞任を勧告する可能性もあると見られますあー 韓国で、うん、まあまあそれだけ大きな事件ということですかいやまあこれも出すしかない状態だと思いますもともと林真理子さんが日大の理事長に就任したきっかけがですね、はい、日大のアメフト部による暴力事件、ええ、特に試合中のラフプレーの容認というよりもむしろ指令だとも言われている。はい、この問題を受けて、えーまあえー こういったまあ大学改革を進めるのをアピールするために知名度のある林さんに理事長をお願いしたで実際この前の事件の段階から言葉悪いですけど日大の理事長または学長はかなり引き受け手が探さないとかなりいない。 とという状態だったと伝え聞きますこれはあのあの私自身がちょうどその時明治の,、はい、あの学長室のおスタッフだったのであ<ー>あのかなり大変らしいと。でどういうことかというとですね、はい、どう考えても後から後からもっと問題が出てくるんですよ。<laughs> でみんな氷山の一角だって分かってるので、はい、明らかに渦中の栗を拾う仕事に就く人がいない。 なるほどでそういった中で、えー、私はあ林さんは、えー、よく引き受けたと、えー、でしかもですね、うんはい、ずっと学内で教授をやってまたは事務方のトップをやってじゃないので、はい、大学の中に手足がいない中で、はいえー、進めた。 で、だからやっぱり、いいうまくはいってなかったところがあるんですけれども。まあやっぱりそんな情報が上がってくるとか、まあ副審の人がいて、まあ実務を改革していくみたいなことが<う>、どこまでできるかっていうのは、ね。もうね、目黒のサンマのようなもので、ねえー、理事長に届く情報は、50にも60にも70にもろ化された情報が上がってきたりしますんで。んなるほど。で、えーまあ、その一方でじゃあこの日大アメフト部問題、はいえー とまあ、前後と言いますか続いて早稲田大学の相撲部でもこの大麻取締法違反の容疑での逮捕が出ているなぜこの大学不祥事というのが、まあ、出てくる続いてくるのかといいますとこれ、まあ、学生運動華やかりし頃からの伝統で学生の活動に対して、ええ、当局というのの介入ができるだけしけ 大学当局のもうなんだったらあ一部政治団体がキャンパスの一部を占領してるのに介入しないと、えー、つまり警察入れて排除したりはしないと。 という伝統があって体育会もですねかなり独立の、はいえー、状態が続いていてで、えー、なかなかその直接の当局の手が及びにくい、はい、でもそれはもう今回の大麻の事件、えー、明らかに刑法に、えー、ね違反している刑法犯ですから、うん、うんそれを機にちょっとこの。 大学の中の自主活動体育会もそうだし、まあ、政治運動、はい、宗教運動いろいろありますけれどもと大学本部の間の関係性っていうのを見直さなければいけないというよりも私は犯罪行為があったらそれを教育的な指導云々とかじゃなくて、はい、あのこれね小中高大全部、うん、刑法犯形式上の刑法犯があったら即警察って。 ってていいいうに変えくべきだと思ますそれは例えばいじめそういじめで暴力行為があったらそれは傷害事件であっていじめなんて言葉じゃなくちゃんと傷害事件だというふうに認識してかつ警察に届けるべきだし今回の大麻の話も注意とかなんとか早くやめろとかって言ってるんですけれどもいやいや。 この結果として、まあ、正直、日大アメフト存続の危機だと思います。なる前に、ちゃんと警察、入れとけよかったでしょとう続いてこの時間は、ここだけニュース、アメリカ議会下院、つなぎ予算案を可決、政府閉鎖は回避へ。 アメリカ連邦議会下院は現地14日予算執行を現行水準のまま2024年の1月から2月期まで続けるつなぎ予算案を賛成336反対95の賛成多数で可決しました上院でもすでに与野党のトップが法案への支持を表明していて政府閉鎖回避に向け大きく前進したということです なんかの、この財政の崖と呼ばれたりする、はい、このアメリカの予算の期限問題、うん、なんかもう最近だと年中行事になってきましたんで、まあ驚かないことです。うん、であの、むしろですね、まあ、そのアメリカの国内法、予算関連法、財政法がですね、はい、非常に不備があるということを、 毎年世界に向けて発信しているような状況になってしまってると通常であればああのほとんどの国日本もそうですけれども予算が未成立だった場合には暫定的な予算によってこういう、まあ、例えば今回のあでいうと退役軍人の、まあえー、予算、はい、これも 待機軍人の方今軍人じゃないかもしれませんけれどもその老後引退後の所得も込みで生活してるわけですからだからあの、はい、予算が通らないので給料払えませんみたいな状況になってるわけですよあなるかもしれないわけですよいいもうん、でも常識的にありえない、はい、だったら本来であればごめん日本の,あのアメリカの選挙権も持ってない人間が言っても <laughs> 変な言い方ですけれどもこれはちゃんと予算未成立時のまああの 対応方法ってていうのを決めておく必要がある、はい、これとこれとこれこれはとりあえず暫定予算で自動支出を続けてで、えー、本予算成立の時に出しすぎた、はい、払,い払いが足りなかったっていうのを調整するみたいなルール決めをしていかないといけないで毎回ですね、はいえーま 特に大統領と議会でねじれが生じるとこうやってずっと粘って粘る中で野党側は譲歩を求め、まあ、今回は共和党がえまあ言いたいことを言って譲歩してもらいで結局民主党はこの形式上いつまででも 続けられないので、はい、あの結局、譲歩してとかっていう清掃の種に予算がなってしまっているこれは非常に健全ではない状況だと思いますねうん、まあ、日本でもかつてねねじれ国会ねじれ国会の時の、ね、特例交際法赤字国際法案だとか、うん、あるいは日銀の政府総裁人事とか、はい、え人質に取られてというようなことがありましたよ、ね、そうでその人質に取るものがでかいんですよね 政府の運行ができなくなるかもしれないっていう政府閉鎖を人質にとって与野党間の交渉が行われるのでどうしてもこれアメリカの政治制度というのの難しさだと思います。で一方でじゃあこのあとアメリカどういう方向に向かっていくかというとやはり共和党内でのまあ予算に関する保守派中でもまあ ウクライナへの支援の継続についてはちょっと議論が出てしまう、はい、それだけ米国があの孤立主義の傾向というのを共和党の一部根強く持っている状況なんだっていうのを、まあ、つまりは、えー、要はアメリカが世界の警察であるのか、はい、西側諸国のリーダーであり続けるのか。 ってていうのに対して、うん、もちろんであると自由と民主主義を守るんだっていうのは民主党もそうですし、うん、え共和党も、まあ、そういう考え方の方いる一方でもう海外のことに関わるべきではないと、うん、まあこれ伝統的な孤立主義ですけれども、はい、なるべく海外への介入は最小限にしていこうっていう考え方っていうのが、まあ、同居していて、うん、でえ不思議なのはあの。 アメリカを再び偉大な国にするっていう人が、えー、言ってた人か、たちのグループ、まあ、要はトランプ氏のグループがあまりその国際的なあ紛争問題に介入することに積極的でではないんですよねうどうやって、えーまあ、あのアメリカをグレートにするのかよく分かんないんですけれども。 そういったねじれ状態がちょっとアメリカの政治というのを見通しづらくさせていますよねうんだこれね、われわれもお考えておかなきゃいけないというかのでおかかななきゃいけないけことの一つですかねうんうん大統領選挙を間近にというところです、ねはい、ころれ大統領選挙でいうとお、はい、より大きな問題が大統領もそうだし上下院もそうなんですけれどもアメリカって でえー、予備選をえる、うん、そうすると共和党の予備選で、えー、勝つ人っていうのは共和党内で人気がある人共和党員の中で人気がある人っていうことになるんですね、うん、そうするとお共和党内ですごく人気がある人だけれども民主党からはまたは中間派から非常に嫌われている人というのが選出される傾向が強まってる。 要は単純に言うとトランプ派の議員候補者が予備選で勝ちやすくなってた一時期そうすると彼らは中間派にとっては受け入れられない主張なんですよそうすると本選挙でえ負けてしまうとで実はアメリカ大統領選についてもまあ共和党予備選でトランプ氏が勝つとむしろ 民主党政権にとっては有利なんじゃないかっていう主張というのもかなり根強いですし、合理的だと思います、ね、うん、まあただ、あの恒例のバイデンさんがあと4年やるのかっていうところの問題っていうのもね、<う>アメリカ国内でも言われてるようですね。

ええ、ごめんなさい、ジョンさん、キャメロン元首相が外相になったり。とかはい、はい、<laughs> それもうね、なんか相当体制みたいになってますよね。はあ、これだから、あの米中がもし接近したらの理屈エッジなのかとか、いろんなこと考えちゃいますね。まあ、そうですね、まあ、米中間、うんまあ、ここで接近というのは、むつ、まあ、あまり考えづらいんですけれども。ちょっと、これ以上、ちょっとエスカレーションさせる気はないんだと思います、ね。<ー>てか、それはやばいですからね。でも、確かに、そのアメリカ国内のことを。 重視しようという人たちがもっと増えてくると、うん、中国さだってもう関わってなくていいよと、まあ、世界二分しようんだったらじゃあそれでいいいじゃないかとそれは大変困るんですよね日本やイギリスとしてはうんだからこそやはりイギリスと日本がどういう形で同盟関係であったり協調関係を高めていくのかって非常に今、まあ、かつてないほどに重要になってきている。 本当このスナーク政権のキャメロン氏起用の動きと、うん、オーストラリアがここのところアルバニージー政権になってちょっと中国に接近しようとしているとか、うん、あれ、ま、5年前とだいぶこれ様相変わってきてるぞっていうのはな確かにその通りでがこ、ねえー、ここだけニューーススクププアップでありましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます。番組ホーームページご覧ください 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊不死でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ 忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。